経済不況やグローバル競争の激化でどんな大企業でもリストラをする昨今、きちんと調べず入社すると将来リストラの波に巻き込まれるかもしれません。こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト就活の教科書を運営しています。皆さんは人員削減、リストラについてどんなイメージを持ってますか？絶対にされたくないと思う方も多いはず。リストラといえばドラマや映画でも非常に不幸な出来事として扱われますよね。実は現実の日本でも景気悪化や競争激化など様々な要因により上場企業で約100社がリストラを実行しているんです。なので有名企業だからと思いきちんと調べず入社すると入社した会社でリストラに巻き込まれるかもしれません。そんな未来を避けるにはとにかく業界企業研究が大事です。そこで今回は過去5年間で最も正社員を削減した企業ランキングについて紹介します。それでは行きましょう。皆さんはそもそも企業が人員削減やリストラをする背景を知っていますか？そんなの経営が苦しいからに決まっているでしょと思う方も多いはず。確かに基本的に企業が社員数を減らす際には製品やサービスが売れず、このままだと経営が悪化するという背景も多いことは事実です。そうした企業に対して皆さんはきっと今後も右肩下がりなんだろうなと思うはず。でも実は社員数を減らした結果会社が右肩上がりに成長した企業もたくさんあるんです。なので社員数を減らしたならお先真っ暗なんだろうと先入観だけで捉えるのではなく、社員数を減らした理由は何だろう、今後はどんな戦略を取るんだろうといった視点を持って有価証券報告書などを調べることが企業研究では大事なんですね。それでは本題の過去5年間で最も正社員を削減した企業ランキングについて紹介していきます。注意してほしいのが正社員の削減イコールブラック企業、将来性のない企業とは言い切れないことです。また今回は5年前の正社員数に比べてどれくらい正社員が増減したのかでランク付けしており、かつ社員数は原則子会社を含めた連結ベースの数字です。この会社は将来性がありそうかなという視点を持ってきちんと自分自身で企業分析をしてくださいね。それでは行きましょう。第5位は日立製作所で5年前と比べて 24,784人の正社員を削減しています。日立製作所は茨城県の日立市に本社を置く日本トップクラスの大手電機メーカーです。日立といえば洗濯機や掃除機などの家電が頭に浮かぶと思いますが、日立製作所には多種多様な子会社が存在します。なので実は家電以外にも IT やエネルギーなど様々な事業に携わっているんですよ。そんな日立製作所ですが近年経営基盤を強化するために事業や人員の整理を行っています。多種多様な子会社をたくさん抱えているからこそきちんと業績を上げている企業だけでなく赤字を出し続けている企業もあるので、業績の悪い子会社は売却をする手続きを進めているんですね。例えばグループでも最大規模の子会社だった上場子会社の日立化成や日立金属を売却しています。今後はものづくりよりも IT サービスを中心に置いて国際競争に勝てるように業績を上げていくつもりのようですね。第4位はソニーで5年前と比べて 26,500 人の正社員を削減しています。ソニーはプレイステーションをはじめとするゲームや音楽、映画、金融、家電など私たちの日常生活で触れる機会の多いありとあらゆるものやサービスを提供する企業です。新型コロナウイルスによる影響で日本の多くの大企業が業績悪化に苦しむ中、ソニーは2021年3月期決算で前年度と比べ売上が 9% 増、営業利益が 15% 増、純利益が 101.3% 増という驚きの黒字決算でした。そんなソニーですが一時期は4500億円近い赤字を出し、毎年のように早期退職を募るなど大幅な人員削減を行ってきました。特に家電、カメラ、オーディオなどを製造する分野でコストを削減するために人員削減を行ってきました。一時期の危機的な状況を脱し黒字決算を出している近年も人員削減の波は止まっていないようです。第3位は富士通で5年前と比べて 3万255人の正社員を削減しています。富士通はパソコンや IT サービス、空調やスマートフォンなどを製造する日本を代表するメーカーです。富士通ブランドといえば学校や職場にあるパソコンのイメージやエアコンのノクリアのイメージが強いですよね。また世界一のスーパーコンピューター富岳を製造したメーカーとしても有名です。パソコン分野や家電分野は以前まで日本がトップクラスの立ち位置でしたが、ここ数年で中国、韓国、台湾に先を越され、多くの日本の電機メーカーはパソコンや家電の関連事業を切り離したり圧縮したりしてきました。富士通もまた近年はパソコンや電気製品などのハードウェアよりもクラウドや AI などに注力した経営戦略をとっています。 IT サービスに注力している分、製造部門で働いていた多くの正社員が人員削減の波に巻き込まれたのでしょうね。第2位はフォスター電機で5年前と比べて 35,621 人の正社員が削減されました。売上、従業員数ともにこれまでの企業と比べて規模が小さい企業にもかかわらず第2位にランクインしました。フォスター電機はスピーカー事業やモバイルオーディオ事業を手掛ける音響機器メーカーです。
でもオーディオの製品を作ってると言ってもソニーやアップルほど聞いたことないなぁと思う方も多いのではないでしょうか。それもそのはず、ポスター電機は OEM と呼ばれる他社ブランドの製品を代わりに製造するメーカーなので知名度が高くないんです。そんなポスター電機の業績は厳しく、2016年には1909億円あった売上高が2021年には852億円まで減少し、2021年の純利益はマイナス 33.6 億円の赤字でした。日本の音響機器メーカーはどの企業も厳しい状況で、今年の3月31日に名門企業の音響が債務超過で上場廃止にもなっています。そして第1位は東芝で、5年前と比べて7万1563人もの社員が削減されました。東芝は以前までテレビ、洗濯機、冷蔵庫、PC などあらゆる製品を製造していた大手電機メーカーでした。しかしアメリカの原発事業の大失敗や不正会計問題により大赤字に陥り、上場廃止されるなど危機的な状況になりました。東芝の顔だった家電事業の売却など策を打ちますが、それでもなかなか財務状況は良くならず、結果本当に会社の存続が危ぶまれる状況にまで陥りました。現在は半導体事業や PC 事業など東芝の主力事業を売却するなどして、なんとか危機的な状況を脱することができ、純利益も黒字に戻っています。東芝の正社員が約7万人も削減された背景には、このように主力の事業を売却することで工場で働いていた多くの正社員が削減されたことが要因だったんですね。ここまでの説明で過去5年間で最も正社員を削減した企業とその背景について理解できましたでしょうか。ここで紹介した企業は正社員の削減により現在では財務状態が健全になっている企業も少なくありません。また現在は絶好調な企業でも10年後も絶好調とは言い切れません。ここで紹介されているからといって選考を受けないのではなく、自分のやりたいことと照らし合わせつつ、本当に将来性がある企業かきちんと企業分析をしてみてくださいね。就活の教科書公式 LINE では、今取り組むべき就活対策がわかる就活力診断と後悔しない就活方法の配信を用意しています。何をすればいいかわからない、就活や将来が不安と悩んでいている方、就活で取り組むべきことを明確にして他の就活生と差をつけたい方、自分の就職したい企業を見つけて就職したい方、そんな就活生はぜひこの動画の概要欄から登録してください。さらに今なら就活就活がゼロからわかる就活完全マニュアルを無料で配布しています。他にも合計9つの無料特典や4つのオリジナル診断を用意しているので、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてくださいね。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。